シマウマ書房は、愛知県名古屋市千草区にある古書店。旧店舗の外観店主の鈴木はじめが、フリーライターや名古屋市内の古書店での、アルバイト経験を経て2006年4月に、名古屋市千草区四谷通りの、ィオネ四谷地下1階に、シマウマ書房を開店した。2015年1月25日には、JR 千草駅近くの新館書店である千草。 西文館書店本店2階に2号店として畜産店を開店したが、同年12月に閉店している。2019年4月に今池に店舗を移転した。名古屋古書籍商業共同組合に所属している。古本業界では、新刊でも購入できるような新しい本を白い本、絶版となり、古書でしか購入できない古い本を黒い本と呼ぶが、 そのどちらも棚に並べる店であることから、しまうまという名前が付けられた。音楽ライブ、トークイベント、展示会などの企画を行うこともある。マガジンハウスから発行されている雑誌、ポパイの2017年9月号の本屋特集には、名古屋から、しまうま書房、畜産成分館書店、オンリーディングの3店舗が紹介された。 鈴木がブックマーク名古屋の実行委員をした関係で2012年には鈴木が企画、編集した余白の時間、辻育夫さんの思い出という冊子を刊行している。2013年には愛知、岐阜、三重の子書店をできる限り集めた名古屋古本屋案内が刊行された。ありがとうございます。